バスドスとは、オランダデーフェンテル出身のサッカー選手。クラブブルッヘ所属。元オランダ代表。ポジションは FW。ゲルマニクスというクラブで、少年時代を過ごし、数シーズンプレイした後に、FC エメンの下部組織に入団した。リザーブチームで、潜在能力を見せつけ、2007から08、シーズン開幕前に、プロ契約を交わした。シーズン序盤は、 ベンチ生活が続いたが、シーズン後半にはより多くの出場機会を与えられた。かつて FCMN のテクニカルディレクターをしていた、トム・セイント・ファイアットが監督を務めるフィンランドのロップスへ移籍しかけたが、ロップスの首脳陣によって移籍は破断となった。2008年2月8日、ホルトゥナ・シッターと戦で初得点を挙げた。BV ・フェーエンダムとのダービーマッチでは、 ハットトリックを達成した。2008年夏にヘラクレス・アルメロに移籍した。一石金は30万ユーロ以上と報道されている。移籍2年目の2009から10シーズンには14ゴールを記録し、得点ランク6位に入った。2010年5月18日、SC ・ヘイレン・フェーンと5年契約を結んだ。移籍金は250万ユーロ。2010から11シーズンは、 ロンヤンス監督と対立し、フル出場することは少なかったが、チームトップの13得点を挙げた。2011年1月にはアヤックスが獲得を狙ったが、クラブ間合意に至らずに破断となっている。2011年12月10日の SBV エクセルシオール戦では、チームの全得点を決める活躍を見せた。2011から12シーズンは、 SC ヘイレンフェーンで34試合で32得点を記録し、得点王となり UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2012年6月1日 VFL ボルフスブルクに移籍。2015年3月28日に行われたユーロ2016予選のトルコ戦で A 代表初出場を果たした。二千十五年十一月十三日のウェールズとの 新善試合で代表初得点を挙げた。2016年8月28日、スポルティング CP に移籍した。契約期間は4年。2019年8月26日、アイントラハとフランクフルトと3年契約を締結したことが発表された。2020年12月24日、クラブブルフヘへの移籍が発表された。契約期間は1年半。 2016から17シーズンに34ゴールを決め、ヨーロッパゴールデン州でランキング2位となった。1位はリオネルメッシ。2017年3月以降に決めた45ゴールがすべてがワンタッチでのゴールだった。2018年5月、フーリガンがトレーニング場を襲撃し、ドストラ選手たちやスタッフたちが負傷する事件が起こった。長身で空中戦に強く、 ペナルティエリア内でのゴールの嗅覚にも優れ、足元も器用な選手。ありがとうございます。